ひろちゃんこと矢作ひろみです。福島県の平田村でゲストハウスをしています。本職はマインドセラピストです。ではどうぞご覧ください。ようこそいらっしゃいました。じゃあひーちゃんと呼ばせていただきますね。はい、今日はご自由にちょっと難しいかもしれないのでですけど、なんかお話ししたいことを1時間ずっとお話ししてる人もいるし、別にそれを何だろう、全部消化しなくちゃいけないっていうわけじゃなくて、何でもいいんですよ。はい、ずっと、だから周りの目ばならないみたいなものに結構縛られてたのがあって、結構ね、祖父が明治生まれの、昔から言う横に課長みたいな役に立ってる、そういう、その影響かなって思うのがあって、目ばならないなんですね。だから結局、ちっちゃい時から、あれしちゃいけない、これしちゃいけないのあったし、結局、周りの人からこう笑われちゃいけないとか、笑われるようなことをするなと、勉強にしても、できなくちゃいけない。だからこう、なんていうかな、出来の悪い私にこう、なんていうかな、こうだから傷つくっていうか、ような、なんていうかな、こう、なんでこんなに出来悪いみたいな、なんていうかこうため息をついてたりとか、学校に入る前って、評価するものが何っていうと、ないじゃないですか。だから、多分可愛がってもらった記憶も若干あるんだけど、その後も大きくなってきてから、結局は勉強ができないとか、多分だから自分の孫として、認めたくないのかなみたいな。ひーちゃんのことを認めた。あとは、こう、監督されてるみたいなのがあって、今にもこう、いつも監視されてるっていう感じが、今年になって自分、家を出たいんだけど、出してももらえない。結婚して出たんだけど、結局似たようなのが。だから結局、してるって思ってた、祖父と旦那がそっくり。見てもらったら旦那。なので、認めてもらってないし、結局、なんていうのかな、自己肯定感低いとか、低いなって、ちょっと威厳がある感じ、で接してたっていうか言えない、自分の言いたいことも言えないっていうのもずっと、人がこう言ったら自分がそうしなきゃいけないってずっと思ってて、失敗する、ことがこう良くないことみたいな。だから多分印象、今なんか一番困ってることって何？一番困ってるのは三男と一緒に暮らしてるんだけど、三男の朝寝坊とか、朝起きれないんですよね。やっとチラッチラッと思ってるのが、なんか旦那に似てきてる。旦那さん、それをひーちゃん見てたのね。おじいちゃんが暴れてるとことか、自殺をしようとしてる、何か騒いでたり、あと時々、結構うちの父とかでもこう手に負えなくて、だから近くに住んでるそのおじさんを呼んで、強くあるんだけど、その間にいるその肝心のお母さんはどんな感じでしたか？私たちのことに対して何か、この音を多分親とかに言ったりした時とかも、怒られないようにしろって言われたことがあるのね。だから、祖父とか父、怒られるこっちが悪いみたいな言い方ですよね。子供が悪いって感じ。だから、かばってはくれなかった。かばってもらった記憶もなくて、だから私、母を好きって。なんか今泣きそうだもんね。そうなんですね。そうだったんだ。本当はかかってほしかったよね。おじいちゃん。ねえ。その時感じ、お母さんからそういう、おじいちゃんがそういう人いて、お母さんがいて、なんか出た感情はどんな感情でした？悲しかったとか。なんかあまりすごい向き合ったことないのかな。多分もう忘れさせてるので、私の YouTube で僕は一人ぼっちっていうのを見て何か感じた？いいですね。でもそこに反応はなかった。はい。じゃあお母さんはとにかくおじいちゃんの目が怖くて、っていうか、なんていうかな、うち専業農家だったんですね。だから忙しくって、
そうです、はい、そうです、はい、グッド力入れてください。じゃあちょっと目、あ、ごめん、目が開いた気をつけてください、はい、グッド力入れね、うん、言い違います、言い違います、離れますね。私は子供の時寂しかった、私は子供の時寂しかった、はい、グッド力入れてください、うん、違うの、うん、あ、寂しかったってことイエスってこと、うん、潜在意識でそう言って、で、寂しかった、お母さんに代わってもらえなくて寂しかった、グッド力入れてください、うん、ほら、違う、あ、そうか具体的にちょっと言ってみたい、うん、じゃあ、あとお父様はどんな感じ、お父さん、うん、そっちかちょっと私、お父様が好きって思うところが若干あるんですけど、うん、うん、でも、相手に言われるとお父さんどんな人って言われると、どんな感じだったんですかね、まあ、忙しかったのは間違いないみたいだけど、うん、ただ、うん、大きくなってからなんだけど、やっぱうちお酒飲むから、うん、毎晩のようにお酒のお客さんが来るんですよ、うん、夕飲む時になると、それがすごく嫌、夕飲む時近所が来ちゃった、来てもうひどいと8時がいいか9時とか10時とかまで帰らないから、あの夕飯がいつも食べようと思う時に来るから6時7時ぐらいに呼ぶんですか。でもお父さんのなんかイメージが出てこないね、お酒しか、なんだろう、でも外の顔は、外は温和な人だし、外面はいいってやつ、いやでもそんなにすごい差がある感じはないんですけど、うん、でもなんだろう、あんまりひーちゃんに対してどうでした、ないな、ただうちのあれが、うん、あの私の時になってこう学校の役員とかがやるようになったんですよ、純粋な、余裕が出てきたんだと思うんですけど、うん、だから、いいなんでみたいなことを言われたことあって、うん、でも私は感染しなんですけど、お父さんにはじゃあお酒と役員ぐらいきっちゃん、うん、なんだろう、なんかどんな、自分に対してどんな感じだったのか、でも、あのすごく記憶残ってるのが、うん、私時計の見あれいつもなら時計の読み方がちゃんとできなくって、うん、みんなに怒られてるのがすごく印象にあって、あ、泣いちゃうね。それは何、お父さん、いやお父さんだけじゃなくて、けどみんないるんですよ、だから家族が、あで結局、うん、あ、家族で、ね、うん、そうだから多分あの時多分祖父もいたし、祖父もいたし、うん、お父さん、母親もいたし、はい、で多分一番だったのは力だと思うんだけど、結局、うん、あの分かるんですけどね、あの私もだから子供が言えなくなっちゃうっていうか、うん、怖くて、だからそれくらいありますね、怖い、うん、でも、うん、すっごく残ってて、すっごい残ってるんです、それはお父さんが一番怖い、怖い、うん、だからそういうのはちょっとね残ってたかなっていうのがありましたね、うん、だから、ね、なんていうかな、年上の男の人とか、うん、こうそういう人のところに行った時に、うん、こう自分何喋っていいか分かんないみたいなのはあったかもしれないですね、うん、うんうんうん、お旦那様は近い感じがする、祖父に似てる感じがする、だから、うん、昔上だったから、うんうん、だから何でもダメ、うん、私に外に出て仕事してほしくないみたいなところがあったんですね、うんうん、で結局覚えっこしないなんて友達に言われてしたんですけど、うん、するときにしていいって、まあ、聞く人もないでしょうけど、うん、言ったら俺に迷惑かけるって俺に迷惑かけるな、かけるな、かけるな、あのなんていうかな、帰ってきたのに内職してて自分を、うん、あのご飯とかね、うん、したとこう自分が罪にされるのも嫌だと思うんですけど、うん、ちょっと旦那さんもほら外に出しちゃいけないっていう、ね、ほら鳥かごの中に入れるような感じ、うん、今のその話も、うん、お父さんもお兄ちゃんもみんなこうひーちゃんを鳥かごに入れるような、うん、まあそれがある意味大事にしてるとも言うんだろうけど、結局親の敷いたレールで生きさせたいっていうか、だから、うん、自分の思う子供の像、うん、だから理想の子供、そうだからあの娘だったらこういう人と結婚させてみたいな、だから短大ぐらいは出なきゃいけない、で私じゃあ、あの進路についてもお父さんの言うなりで、そうそうそう、それでその選択肢
は全くないわけですね。そうですね。で、結構考えてみましょうね。今あれが出てきたんで、ね、私は否定される。私は否定される。グッと力を入れてください。うん。これが土台だ。これが土台だ。グッと力。これじゃない。じゃあ、今世の課題だ。今世の課題だ。うん。家系一体以外の遺伝的な課題だ。遺伝的な課題だ。課題だ。うん、入ってますね。あとじゃあ、過去世の課題だ。過去世の課題だ。うん、これも入ってるし、魂の課題。魂の課題だ。ほら、入ってる。これが課題だ。で、私は否定されるんだ。あー、そうですね。なんか話を聞いてると、肯定が全然できない。ね、なんか私、肯定されたことがあったから、なんていうかな。はい、で自分で3番目見てて、あ、褒めたことないなっていうのがあったのね。褒めたことがない。あ、ご自分の子育てで3人行って、でも、はい、あのそれなりに2人はあの褒める要素があったけど、3番目は褒める要素なかったなって思ってる。定感は10段階中10段階中、はい、10が一番最後、はい、で0がないところで、はい、5より下である。私の自己肯定感は5より下である。うん、グッと力入れてください。入ってる。3である。3である。2である。2である。うん、1 1 0 0。あ、1だ。若干あったね。1だ。あ、これだと何をやっていいかとか好きなこととかわかんないね。でも私子供とかそうなんですね。だからこう否定され続けてきたから否定されるとして、お前はこうしろああしろしか、こうお前のだから進む道はこうだ。ちなみに旦那さんと結婚した理由は見合いとか。あ、で見合い。そう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 。でお見合い、もうあのうちの親たちが職業を気に入った感じだ。あ、本人っていうよりね。で本人も職業が気に入ったんですね。じゃあ多分そうです。はい。それで、で見合いか。本当にじゃあひーちゃんは、でもうちの彼は何でも見合いです。でうち多分、まあでもひーちゃんはうんっつって結婚さ、いってばいいいいよかったんですね。でもそれも分かり方でしょ。だから私迷ってたんですよ。うん、結婚していいのかな、で結局自分の親たちも見合いじゃないですか、昔の人が多くて。でそっか、だからあの自分の親たちを見てると、まあ、たまには喧嘩はするけど、そんなに、あのすごく嫌になったりとかしてる感じ、まあ、ネバならないとか、そういうふうにこう周りの意見で生かされてきてるから、何十年も経ってから、やっぱりおかしいよねって気づいて、いっぱい否定されるを書き換えて、ね、相手光のもとに返して、どんな生き方していきたいですかね。あの、これから好きなことを見つけて、私は好きなことを見つけて、自由ですかね。はい、なんか、自由に生きているでいいですか。じゃあ、はい、これにしましょう。はい、これに新しく書き換えて、あと自己肯定感ね。じゃあ自己肯定感を上げることもやります。はい、いいですか。はい、自己肯定感、さっき1でしたから。はい、自己肯定感、自己肯定感なんだよ。私はなんだろうな、どういう言葉を入れていけばいいかな。私はなんだろう、まあ このままでいいですよね。このままでも十分にね、このままでぴったりすることがあります。私はこのままで十分に素晴らしいとか、私はこのままで十分に素晴らしい、私はこのままで十分に素晴らしい、ぐっと力を入れてください。うん、あ、入ってるよ。うん、入ってるの。もう一回水飲んでもらっていいですか。意識するとね、意外にエゴが邪魔するんです。これ意識してぐっと力を入れてるから。私はこのままで十分に素晴らしい。私はこのままで十分に素晴らしい。はい、グッと力入れてください。ほら。ね。エゴが邪魔する時がある。今までの自分を作ってきたのはエゴだから。
なっちゃうの、こういうこと。うん、うん、でなんか、やっぱり抵抗してるっていうの、簡単に言えば、うん、あのもう一人の私が抵抗し始まっちゃう、うんうん、はい、ハードル高くて、真摯に向き合おうって決めた場合とか、ただ本当に今みたいにエゴが邪魔することが結構あるので、そうそう、なんかこう、まずこれをやっていきましょう。はい、では、はい、では、目をつぶってもらって、今度は、あ、じゃあなんかね、私は好きなことを見つけて自由に生きている。うん、好きなことを見つけて自由に生きている。はい、ぐっと力入れてください。はい、うん、心を入れるね。私はこのままで十分に素晴らしい。私はこのままで十分に素晴らしい。はい、ぐっと力入れてください。あ、今度は外れる。英語も抵抗したんですか。抵抗させてやめたな。はい、で、じゃあ今度は、はい、掛け替えしますので目をつぶっていてください。そのままね、楽にしていていいですよ。はい、全身呼吸3回してください。はい、あ、そうですか。はい、では確認しましょう。私は好きなことを見つけて自由に生きている。私は好きなことを見つけて自由に生きている。はい、見つけて生きている。生きている。はい、好きな人なので。はい、ぐっと力入れてください。おー、入った。私はこのままで十分に素晴らしい。私はこのままで十分に素晴らしい。はい、どっちから入れてください。こんなに外れないね。それでは自己肯定感。はい、私の自己肯定感は10段階のうち5より上である。私の自己肯定感は10より上である。10段階のうち5より上である。はい、どっちから入れてください。7である。7である。うん、6である。6である。うん、6ですね。あ、1よりは、ありがとうございます。1よりは6に全然やっていくとね、いいと思います。さーて、じゃあまああと残り時間5分ぐらいに入ってきましたけれども、あと 何かありますかね。ないかな、大丈夫かな。三男坊の寝坊のことがちらっと出てきたけど、そうだね、イライラしないようにしようって、しないようにってか、イライラしてた自分がいて、うん、ちょっと待ってよね、うん、もう、うん、だから、そこ、なんていうかな、イライラしないようにするっていうか、こう、そこに、うん、そこに目を向けないようにする。目を向けないようにするで、結局、壁の先生の3、一番いいのは、自立してもらうことですね。一緒にもうするのはやめて、自立してもらうのが一番いいんじゃないかな。いい年でしょ、結構。でも、なんか、でも、休養と、でもっていうか、休養の日が過ぎたら、大変そうだなって思った。そこですね、問題は。ひーちゃんの問題ですね。そんなことをね、いつまでも自立しないよ。そうですよね。子供は。ご飯も作ってくれあげるでしょ。ひーちゃんが。はい、なので、そう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 。で、そうね、前に、ちょっと前にフルタブするときに、うん、ご飯をしなさいって言ってフルタブったんだけど、うん、やっぱ根本的にご飯を作るっていうことがない、ないのかな。うん、前もね、一人暮らししたことなんだけど、ひどくて。でもこれもやっぱり何々ねばならないが、最初になんか来てるような気がして、私はね。はい、だから、あと、そうやって、ひーちゃんが背負うしてあげるのも、なんか、ね。そうなんですよね。そうなんですよ。なんか、お父さんとお母さんに、ダブルね、お膳立てしてあげてね。そうなんですよね。私は三男坊のすべてを受け入れている。私は三男坊のすべてを受け入れている。うっと力入れてください。恥ずかしいよ。受け入れてない。受け入れてない、受け入れてない、受け入れますか。どんな子供だってどうでした、今日の1時間セッション受けられて。そうですね、なんか今のに集約されてるような気がするけど、三男坊で今見させられてもそれなんで、まさしくこうね、
なかったって言うけどさ、うん、だからあのだけどね、ちっちゃい時はほら何か、うん、可愛いとか、うん、そういう部分の感情はあるんだけど、うん、そうですね、褒めてもらったなっていうのは、うん、ちょっとでもそこでちゃんと自分で気づいて、で今ありのままを認めてなかったのでダウンロードしますか最後に一つだけダウンロードしてちょっと三男坊の見方をじゃあめくね、私は10段階中ね三男坊ね認めてると思う自分ですごく低いと思う10段階中1であるそれ低くもっと低い10段階中5である認めているのが10で0が認めてないです5である5以下である、3なのを認めてるのが5以下である。はい、ちょっと近づいてください。はい、強いですね。4、3、あ、4だあ、1なんだけど私より自分のことは1だったからさ、じゃあね、4だね。どうやったら認められる？どうやったら多分だから、うん、多分私が気になるのは、うん、部屋散らかしてるのとか、うん、だから掃除するのを前やってたんだけどやめたんだけど、うん、どうやったら認められるかな、そのままでも十分に、でもなんとかな、認めようと思うっていうか、うん、仕事に行ってる、うんうん、それだけで認め気になれば認めることできるかなって感じがするんですよ、うんうん、仕事に行けば、うん、そう、でも仕事に行かなかったら、うん、少しやってたんだよね、うん、仕事に行ってたんだけど仕事に行かなかったら認めない、うん、そっかこれは次回にしますからね。でもそこにまず今日の段階は気づいて、気づくと相当また自分の中でも変わってくるのでいいと思いますよ。あ、じゃあ私息子のことあんまり 100% 認めてなかったな、うん、でもなんか言われて、うんって思う、うん、でも自分そういうのを見させていただいてるんじゃないですか、うん、さっきだからこれに気づくために、うん、この気づくために生まれてきたのね、この親を選んで、この家に、ただ自分の言葉みたいな感じでいいんだろうなって思いつつ、うん、少し気になったりしてますね、否定される環境にまたずっと身を置いてたわけなんですよ、結婚がですね、うん、で今度は自分の息子さんを通してそれを見せていただいているので、ここで気づいたっていうのは大きいと思います。じゃあこれからひーちゃんはどんな風にしていきたいですか、今日のセッションを終えて。気づいたってのはすっごい
ックで、はい、誰が何と言おうと、はい、誰もね、笑い物だってね、あちらの常識と私たちの認識の常識は全然かけ離れてるじゃないですか、うん、だからあなたたちの常識は常識でいいから、でもそっちも否定しないでいいと思うんですよ、うん、そっちはそっちでいいので、うん、私たちは私たちで、うん、そう、他人だとそのままスルーできるんだけど、民主党ですよね、スルーできないのはね、でもそれもいいと思う、うん、どっちもあってもいいと思う、うん、そう思いながら、うん、だから、まあ、自分の子供とかね、今度は孫とかじゃないですか、でも結局それってどうしてそうなると思いますか、なんで、うん、打ち上げってすごいカタカナに思う、うん、か分かりますか、うん、でも多分だから自分でこうされてきてるじゃないですか、こうしなきゃいけない、うん、そういうのもあるのかなって思って、だから、うん、自分が思う通りにしたいとかっていうのって、うん、でもそれも全く今も出てて、うん、私が正しいが出てくるんですよ、うん、あ、なるほどね、そして私が正しくって、うん、私の常識、価値観とか考えが正しくて、それに家族があっちを向いて行ってしまうと、うん、それです、でその結果苦しむ、例えば、うん、もう変な話、死ぬとかさ、後遺症に苦しんじゃうとか、でそれを見たくない自分がいるのよ、それが無意識に、だから多分ひーちゃんが 見合いをさせるとかさ、見合いをして自分たちのお願いに かなった人をひーちゃんの旦那につけるとかしたのも、これが正しいからこうすればこの子は絶対幸せだって、それに近いものが見えますね、お注射にしてもね、